ジャニーズ事務所の会見などを受け飲料・食品大手のアサヒグループホールディングスがジャニーズ事務所の所属タレントを起用しないことを決めましたアサヒグループはこれまでビールやサイダーなど4つの商品でジャニーズ所属タレントを起用していましたしかし性加害の被害者救済や抜本的な組織運営の是正が認められないとし 今後は広告などを展開せず、契約満了後は更新しないと発表しました。すでに日本航空が広告への起用を当面見送る方針を決めています。また、東京海上日動も契約解除を検討しています。